早瀬大橋は、広島県江田島市の東の三島と、呉市の倉橋島を結ぶ道路橋である。1973年前県証道路部門受賞。1973年に完成した国道487号筋のトラス橋。呉市温度町と江田島市大垣町を結ぶ唯一の橋である。呉市本土と倉橋島の間は、温度大橋で結ばれていたため、 この橋は、江田島市と本土を結ぶ重要な橋である。1961年、呉市本土と倉橋島が、温度大橋で結ばれると、江田島住民により、次は、早瀬瀬戸にも橋をと、機運が高まり、1963年、住民による10円募金運動が始まり、当時で300万円にも達した。また、江田島には、海上自衛隊の教育機関である幹部、 候補生学校や第一十課学校と存在し、橋ができることにより、開示クレキ地関連施設と陸続きになる面もあった。県は、この募金運動に配慮し国庫補助による佳橋を決定、1967年から事業を始めることとなり、早瀬大橋開通に至った。この海峡は、1日平均400高校と、通行量が多く、通行する船も、 漁船や大型船舶のみならず立地の関係から開示、呉基地の所属間も通るため、高さ36.0メートル幅200メートル以上の航路空間を確保しなければならないことになり、結果町大橋として架橋することが決まり、思考における技術的な問題や景観性など配慮したことにより、トラス橋とすることになった。なお町大トラス橋としては、天文橋。 堺水道大橋に次ぐ全国三例目である。施行に関していくつか工夫がなされた。上部高仮設に際し中間部は当初張り出し仮設を検討していたが季節風の強い時期だったため危険と判断され、代わりに大船、フローティングクレーンで架境する大ブロック仮設工法を取らす橋としては初めて行った。橋脚基礎は ニューマチックケーソンを採用したが、一気のみ海底に、硬い岩盤が露出していたため掘削せず、岩着するという、世界的に見ても珍しい広法を取っている。ありがとうございます。